ブラックフェローズの拓郎です。ギターをレスポールを弾いてます。サザンロックって言うてますけれども、もう音楽全部が好きやし、いいものを残す、大好きなものを伝える、楽しんでもらう、世界を平和に導く、そういうことを考えながら音楽活動をしてます。本気で。ブラックフェローズってもう一遍聞きたいんだけども、はい、サザンロックやってるよね。で、全員いくつ？24歳です。昭和の62年、うん、最後らへんですね、昭和のね、うん、で、そんなんをその年齢でやってる人ってまあ普通はいないと思うよね。で、そのきっかけをもう一遍聞きたいんだけど、ブラッククローズに出会いました。バンド名似てますけど、ブラックフェローズ、ブラッククローズ。ブラッククローズからブラックフェローズが来た。そうですね、うん、かすかにその名残はあります。ああ、ブラックフェローズっていう名前はちょっと悪い友達みたいな、そんな感じ。うん、そうです、まさにフェローズっていうのがもう悪ガキ集団だよみたいな、そういうことを表現してる。でも俺すごいなって思うのは、ブラックフェローズのライブ見て、でほんまに全員がね、1970年前後のファッションで音楽でサウンドでやれてるのがものすごい珍しいことって思ってんけど、まあただ好きだから。で、今の時代はその流行とか本当になくて、何かその出会ったものにガーッて入っていくっていう感じ。まさにその通りですね。で、俺が思うのは、ブラックフェローズすごい個人的に好きやというのと同時に、まあプロ目指してるバンドやと思うんだけど、プロになれそうにない音楽をあえて選んでるやね。その辺どうなん？過去の音楽に対する憧れはあるけれども、その人たちはその時、まあ60年やったら60年、70年やったら70年、うん、その時の今を生きてたわけで、うん、それが素晴らしいと思ってる、うんうん、だから僕らも今であることはしないといけん、いけないと思ってるから。でもまあ言うたら、世間別にしてしまえば、ブラックフェローズにとってオールマンブラザーズが旬やったらそれが旬やもんな。あ、そうですね、うん、とは思う。ああ、確かに、うん、何かこう新しいものを無理やり作る必要もないと思うし、うん、無理やりは作らないんですけども、うん、だからそうですね、プレイヤーとバンドマンの違いですね、うん、ほんまにこのプレイをしたいんやっていうのと、うん、あと曲を作るってなると全く同じことをするわけではないから、うん、今生きてる時代の中から感じること、あと何十年前の音楽から感じることっていうのを、うん、音とか歌詞とかに出して、うんうん、伝えたい、自分から出していく、それが多分プレイヤーと、うん、バンドマンの違い、うんうんうん、中から来る、うん、その頭で考えたことじゃなくて、こう原始時代から持ってるこうわーっていうような、うんうんうん、そういうもの、それがたまたまサザンロックやった。そうですね、うん、もちろん変わっていきますよ絶対、うん、それだけに現に他の音楽にハマっていったりもしてますし、うん、もしかしたらサザンロックは経過点やっただけに筋にないかもしれないし、10年後とか見てみたら、うんうんうん、全然ちゃうことやってたりとかするかもしれないですけど、うんうんうん、でも、うん、その愛は変わらないでしょうね、サザンロックに対する、うんうん、一つ僕はブラックフェローズに出会って、まあ、まだ1回しかライブ見てへんねんけど、僕らの先輩方、僕らも実際体験してない、まあ、時代の音楽をブラックフェローズが演奏してて、できっとその時代の人らっていうのは音楽っていうのが、まあ、音楽を超える瞬間っていうのがしょっちゅうあって、うん、でそれは前に言った
なんか宗教的なトランス状態みたいなもんであったりとかしたと思うねんな。でそういうのをこいつらってこう感じて、でその毎回演奏しててさ、なんかこうすごい世界に行くっていうノリとは超えたこうそ、世界に行くってことはまあおそらくないだろうけど、たまにこいつらはそういうこと感じてんのかなとか、そんな思ってんけどな。それを自然にするのが、さっきも話したジョージ・ハリスンのああいう宗教的思考まして、これほんま紙一重の話やけど、うん、僕は生きることに対して悪いことではないと思います、うん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 、もちろんリスクはあると思いますけどね、うん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 、それでほんま自分を探しに行けんのやったら、うん、うん、行きたいですね。ロックミュージシャンの俺のイメージは、まあ言う、まあそれは芸能人であることは間違いないやろし、娯楽を提供する人ではあることは間違いないんやろうけども、やっぱりどっかこう求道者というかな、あの僕はロックそんな風に捉えてきて、求道者とはどういう意味ですか？道をも求める、うんうん、はい、うん、そういう部分で俺はすごくこう子供時代捉えてたところがあって、でもちろん人間ってこう悟りを開くなんてことはできんねんけど、うんうん、例えばその昔キリストさんとかお釈迦さんとかが歩いた道をロックという音楽を通じて歩いた人が多いんじゃないかなと。あ、ジョージ・ハリスンってのはそういう人なんかなっていう、まあ、ジョンもそうだったかも分かんないし、うん、ジミヘンやミック・ジャガーもなんかそういう要素があったのかも分かんないんだけど、そうですね、みんなだから難しいことですね、探してるんですよほんまに、うん、探してると同時に進んでますよね、うん、答えは死ぬ時に分かるんですよね多分ね。それは分からない死ぬ時でも分からへん、死ぬ時でも分からんねんけど、どこまで行ったかっていうのはでも分かると思うんですわ、うん、あ、俺ここまで来たな、うん、もう一回生き返って、そういう目的でもう一遍ロックミュージックがな、CD 何枚売れたとかな、観客動員なんぼとか、それは大事やねんで、社会やし経済回してで言うたらロックミュージシャンなんてそこである程度経済的な結果出さへんと、まあ、ただのなんていうの、うん、趣味でやってましただけなんやけど、そこにあまりにもフォーカスされると、どういうかな、もともと持ってたロックの趣旨みたいなもの、崩れるよな。なそうですね、たまたま好きでなんか自分をすごい表現していたから、振り返ったらすごくビッグビジネスになってたみたいなのが、ロックの理想なのかな。そうですね、うん、確かに理想ですね、うん、それだから変えたらあかんし、うん、そうですね、理想は理想なことは間違いないですわ、うん、やっぱりわあ難しいな。だから拓郎だって売れたんやろ。そうですね、ブラックフェローズでビッグになりたいと思う。でもなんかビッグになるような投げかけは特にしてないよな。俺ら今好きで好きなことやってて、まあ一人でも好きになってくれた人がおったらええっていう、うん、そういう姿勢やけどな。はい、そうですね、うん、でもやっぱり他のバンドでは、うん、さっきものお話にちょっとだけ戻りますけど、うん、体験したことないような感覚をライブで、うん、ライブでそのエネルギーを、うん、伝えたい、うん、それにそのさビッグネームっていうのが伴ってきたらそれはより良いことですけど。あ、そうか。拓郎自身はこう生きていて、で、まあ、今は建設関係のアルバイトしながらバンドやって、はい、いわゆるフリーターでバンドやってんだけど、うん、その人生どんな風に捉えてんの？そこら中から影響を受けますね、うん、その今までやってきたアルバイトにの人からもみんな影響を受けるし、うんうん、男気を感じることもあれば、うん、
まあ正直、あ、この人はこういうとこがあかんなって悪い面を受けるとこもあるし、うん、うん、みんなに感謝してますね、うん、でどんどんそうやって人をカーって見ていっとったら面白いですし、うん、あの魅力的に見えてきますね、うんうんうん、でそうやって接してると何か助けたいなっていうことが出てきたりとか、うん、まあ子供さんが最近の話で言ったら、うん、うちの子供がギター始めたい言うてんねんって、うんうん、あ、本来は僕のDVD 貸しますよと言って、コード、うん、コード書いて持ってきてや言うから、うん、な、分かりました明日持ってきます言うて、うん、G とか C とか超簡単なこと書いて、うん、で子供にほんなこれ渡しとってくださいって、うんうんうん、でも子供がね、ちっちゃい子が興味持って自分の好きなことをやろうとしてくれてる、うん、だからそのお父さんと濃くちょっとお話しすることができたから、うん、その子供の話を僕にしてくれて、うん、で僕が返して、うん、多分そのうち子供がから、うん、もう子供よりももう友達ですけど、うんうんうん、こういうコミュニケーションができる、うん、だから人みんなから影響は受けますね、うん、でそうやって付き合ってきた何年前の人とかもまだ会いたいですし、うん、まあお店をやってる人とかもいるんですけど、たまに足を運びますし、うん、思い出しますね時々昔の人のことも。で音楽いうのはそのまあ音楽を聴いて音楽をやるいうところも大きいんやけども、同時に日常の中のいろんな受けた刺激が体の中に溜まっていって、うんうん、それが何かの表現の形で出てくる。それが別にカバー曲であってもオリジナル曲であっても出てくるんやろなって、うんうんうん、出てきますね、うん、もう男気を感じたらそのことを歌いたくなるし、うん、音楽も一緒やけど、もういいものは残っていくと思ってるから、うん、それを伝える、うん、こんな人がおるで、うん、俺は感動した、うんうん、そういうのは自然と出てきますね。俺ブラックフェローズのね、ライブを見た時に、まあ合間合間の MC で俺らがええと思ってる音楽、うん、信じてる音楽があって、でそれをまあちょっとでも伝えたいみたいな、うん、まあちょっと結構だからそれは宗教チックなことでもあるし、それが単純に本当に好きっていうことでもあると思うんだけど、とにかくその自分らがこう何かこう感動の新バイブレーション、振動みたいなのを伝染したい、そのためにバンドやってるような感じを受けた。それは半分以上占めるでしょうね、うん、その気持ちは、うん、特に僕は強いですね。でお前なんかさ、大真面目でさ、お前があのステージで喋ってる時な、まあ、世の中の人と人がこう調和する、うんことを目的にしてるみたいなこと言うやない、うん、そうですね、僕あの日言ったことは覚えてますけど、うん、ちょっと相手の気持ちに、相手のことを考える、相手に何かをしてあげる、それが平和のにつながると思いますって言ったと思うんですけど、うん、うん、あれ何だ前の質問なんでしたっけ、うん、だからそのバンドの、ステージの MC で表現される部分が、まあ、その自分なんか感動した表現、感動したものをこうバイブレーションをまた伝染していきたいという、うん、そういう目的を持ってる、持ってます、うん、だから単純な話ですよ、うん、美味しいでこれ、うん、みんなに紹介する、うん、めっちゃええ音楽やでこれ、うんうん、紹介する、うんうんうん、それです。俺ほんまブラックフェローズが売れるかどうか言ったら分かれへんわ、うん、売れへん確率は相当高いと思うねんな。それでもすっごいええバンドやと思うねん。で俺がこのバンドは絶対ええと思ったらええねんな、俺の中ではブラックフェローズは絶対ええバンドやねんな、うん、でも社会的に結果出すかどうか分かれへんや、それはどう不安とかないの、
正直ありますよ、うん、やっぱりそれでお金を手にしようっていう頭が隅っこにあるわけですから、そうプロになろうとするわけやからね、はいはい、うん、それができないっていうことは音楽をする以上に大切な生きるっていうことはできひんっていうこと、うんうん、でまあ別に違う道に生きてってもでも音楽は続けることはできるんですけど、うん、でもブラックフェローズはそれで食いたいんや、そう、うん、だから難しいところですよね。そこに正解は僕はまだ見つけてないです。どうすればいいのかっていうのは、俺は売れたらいいなっていうのは持ちながらどっかに置きながら、でも押し付けないで自分らの好きなことをやり通してたらなんとなくそこに共感するやつ集まってくるかなとは俺は思う、うん、僕はだからそれを夢見てますね、うん、だからそれにこうすればいいんだよ、絶対そうなるよっていう答えはない、答えはないけど自信はあるんですよ、うんうん、だからその子好きなことをそれ今言ったようにパッて光り輝くもので自分らが常にあればそうやって集まってくる、うん、今言ったことと全く一緒ですね、バンディさんが今言ったことと、うん、やってれば集まってくる、それを僕らは目指します。だからブラックフェローズは自分らがええ音楽をやってるのに認められへんこともこれからいっぱいあると思うね。でレコード会社のオーディションなんか受けたらまず通らへんと思うわあのサザンロックでなあ、もう言うたらほとんどこうロックのジャンルの中ではかなり絶滅種に、うん、入るやつをやっとるから。でもその時日がまへんでな、やってたら寄ってくるんちゃうかな、うん、いや絶対負けないですね、 それには、うん、いやだからまあそう負けないというよりはそのリラックスして、うん、まあ分かる人には分かるんですよ、でも、うん、それはもうご縁なかっただけでみたいな感じで振る舞っていけば、確率の中におるからな、ブラックフェローズ好きなやつが。そうですね、うん、俺はそう思うんだけどな。いや僕もそう思いますよ、うん、ほんでブラックフェローズがやってる音楽っていうかまあ目指してる方向がな、今の音楽にちょっと非常に欠けてる部分でもあると思うね。BGM 化しすぎてるから、あ集中力いる音楽やん、ブラックフェルトの音楽も聴く人も言うたら集中力持ってもらうなそうですね、曲は長いしさほんまにその通りですわ、エネルギー使いますもん音楽聴くってほんまに本来、うん、で今はこれBGM でだーっと一日中音楽流してて何聴いたか覚えてないような聴き方してるから、そうじゃなくてこう音楽が音楽を超えるような瞬間が、うんうんうん、まあそれしょっちゅうあったら早死にしちゃうけど、うんうんうん、ごくたまにそういう奇跡の瞬間を作ってもらいたいなって、うん、俺思うんだけどな。僕も作りたいですし、うん、作ってる人も見たいですし、うん、だから例えば拓郎は音楽を演奏してきてそういうことを感じた瞬間ってあるの？あ、もちろんもちろん。あ、それはどんな時？まさにあれですね。時間が止まるというか、うん、1秒、2秒、3秒ってこう一定の間隔で時間は進んでるんやけども、うん、もうめっちゃ細かく感じますね。うん、フレーズをタン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 っていうのがもう時間は横軸に進んだけど縦にものを感じてるみたいな、うん、ね、1秒の中に永遠があるみたいな、うん、そうですね。とにかくそういう感覚なのね。うわ難しいですね、言葉で表現するっていうのは、うん、だからライブなんですよそれは、うん、そこにいれば多分体感できる、うんうんうん、体感ささないとダメやし、うん、短く長く感じますね、その瞬間は多々あります、うん、それを大勢の人に感じてもらいたい、感じてもらいたいですね。そのためには
自分も感じないといけないし、うん、それを表現できるようにならないとダメだし、うん、一人でやってるわけじゃないし、うんうんうん、波を共有する、うん、波をここで波ができてたの波をこう聞いてみたいな発信していく、うんうんうん、俺思うねんけどな、それはロックなのか音楽全体なのか分かれへんねんけど、うん、多分その、まあ、ちょっとスピリチュアルな話になるけど魂っていうのはもう全体がだっとあってもともとは別々じゃないのがこう別々にこう分かれてこう生きてるような感じがあって、うん、でそれはそれでこう社会という人生というゲームの中で僕らはこう自分と他って分けて生きてんねんけど、ロックでこうロックって結構幼稚やん音楽が、うんうんうん、無邪気というか、うん、まあ言ったらまあ一般的に言ったら大人が子供に変えるためのツールがロックンロールみたいなところあるねんけど、でそれでロックでビートを共有した時にあみんな一体なんやっていうのを感じるためなんがロックなんかなとか思うことがあるねんな。ああなるほど、うん、ありますね。そういうとこは一番強いかもしれないですね、うん、他の音楽ジャンルに比べると、うん、ちょっとバカバカしいやないロックって、うん、言ったらなんていうのちょっとあの冷めた目で見る恥ずかしい音楽じゃない俺がロックンロールやってるけどそうかもしれない、ね、幼稚でさ無邪気でさほんまですね、うん、なんかあんまり背伸びできる音楽でもないやろ。確かに、うん、まあ、でも楽しいっすよ、うん、それが、うん、やっぱり子供でありたいと思うし、うん、そうやな。ロックやってた子供のまま生きていかなあかんからな、はい、ずっと子供でありたいですね、うん、その子供でいる音楽ですね、うん、ちょっと今そういう考え今までなかったですけど、うん、ちょっと今聞いて、うん、あその通りやわって今思いましたわ、うん、あのサラリーマンのなちょっとギラギラしたおっちゃんが今ロックコンサートよくるやん。でその人があのロックのスターを見て例えばローリングストーンズ見てまあ、仕事帰りでスーツのまま着てる人が無邪気に踊ってってそのダンスのステップもかっこ悪くてでもそれはすごく素晴らしい、かっこいい、無邪気っていうかな、うん、まあ俺とか孝太郎み、あのごめんごめん、あの拓郎みたいに生きれる人少ないね、この状況でも俺らみたいな、なほとんどの人は制約の中で四角い世界の中にいてて、でその人らは一時的にでもその子供に返してやる、でもこれ俺らの仕事かな。あ、ほんまですね、まさにその通りですね、うん、そうでありたいですね、うん、だから子供に返してあげたいですね、うん、その人も高校の時はバンドやってたのも分かれへんねんけど、うん、まあ社会出たらなかなかバンド、まあ今は最近は親父バンドも多いし、うん、社会人バンドも多いんだけど、でもやっぱりこう折り目正しいこうまっすぐに引かれた線の中で四角い建物の中で、右見ても左見ても白い壁で緊張してこう生きてるんやろなって思うね、うん、夢はやっぱり見続けて、うん、夢見るタイミングっていうのは必要だと思いますね。ほな、例えばな、拓郎は24やから友達はもう就職してるやつも多いやんか、ね、まあ、昔髪の毛長かった友達もパンクヘアしてた友達もまあそれなりのヘアスタイルにしてスーツ着てる友達が増えてきてると思うよな。それに比べて自分はラッキーやもん、思いますね。でその人らに対してなんか返そうとは思う、思いますね。その人らの犠牲の上に今は拓郎がな好きなロックをやれてるとして、お前のできる仕事、ごめんなさい、もう一回だから、だから拓郎の学校の友達が40人いたら40人のうち35人までが、まあ、就職して、うん、制約の中で生きてると思う、うんうんうん、でその人らとは別に自由を選んだお前がいてて、うん、でそいつらのためにお前のロックでやってあげれることみたいなのどんなことかなっていう、う
まあそいつは子供に帰れたらそれでもう一番いいと思うんだけどな、うん、まあでもそうはいかないですからね、まるっきりこっちに来れるかって言ったら絶対無理ですし、うん、でも理解ですよね、うん、僕らも彼らのことを理解しないといけないし、そうやね、それが大事やんな、うん、で多分最初って一番最初パッて二つに分かれた時お互いがお互いを見下したような感覚に陥ると思うんですよ、うん、最初は、うんうんうん、スタート自由に生きてるやつは飼い犬になって、俺らは保証なんかいらないよと、好きなことやるよ、うん、でも向こうは拓郎をドロップアウトした人と考える、そう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 、うん、何なんていうの、まあ簡単に今の言うたら安定っていう言葉が、うん、何安定を選んどんねん、最初は多分そうなんですよ、うん、やっぱ自由な人を見るっていうのはちょっと怖いというか現実離れしてるところがあって、うん、こっちの彼らから見たらそう思うかもしれないですけど、うん、それね、さっき言った理解もう分かるし、うん、からそうするのがほんま社会の秩序を取っていくために必要なことやと思うの一つやとも思うし、うん、僕らも社会の秩序を取っていくために必要な存在でもあるんですよ、そうや、役割があるね、うん、自由に生きてるやつは自由に生きれてない秩序の中のやつのために何かせなあかん、うんうん、そうですそうです、うん、そのために信念を持ってその生き方をしないといけないし、うん、それを表現もしないといけないし、うん、だから僕らは物質的に価値のない生き方をしてますね多分、うん、物質的にね、うん、だって音楽なんて別に残らないし、うん、物質じゃないから、うんうんうん、ちょっと芸術でも絵は残ったりとか写真も残ったりとかするけど、うん、ほんまに価値の物質的な話で言ったら価値のないことやとは思うんですけど、うん、でも一番心に訴えれる、うん、リズムとメロディーと、うん、だから影響を与えたですね、うん、うまくいろんな人に、うん、もうでもその俺拓郎と話しててな、すごい大人や思うよな、ある部分で言うと、でそんだけこう社会っていうのを見てて、で自分とは違う生き方の人に共感できていれば、その人らに返せるものがまあおのずと見えてくるやん、うん、おかげさんでほとんどの人がそうやってこうまあ四角い世界の中に住んでくれてるおかげで、僕らはその空いてるスペースで自由に生きてるから、なんか返しますよっていうミュージシャンは仕事になると思うよこれ。いや僕ほんまに今まで世話になってきた人にはみんなに、そういう四角い世界で生きてきたみんなに恩返ししたいし、うんうん、実際今現状アルバイトしてるっていうことはまあ自由に生きてるつもりではいますけど、うん、一旦はそういう世界にいるわけだから、うんうんうん、うん、恩返ししたいですね、うん、ほとんどの人がな、会社の中で人間関係に悩んだりな、職場、俺職場環境の番組やってんな今ラジオ様でな、やっぱ職場ってみんな悩んどんのよ、いや、もうほんまですわ、僕ももう毎日プレッシャーを感じて、この人の気持ちになったら帰りの車でね、この人の気持ちになったら、うん、まあ悪いけどしょうもないなって、うん、そうすることがその会社にとってバランスを取っていくために必要なんですけど、そうやって考えて、しっかり考えて、うん、あでも今は楽しくないやろなって、うん、正直思ってしまうんですよ、うんうん、あ俺その人と正直悪いけど比べてしまったら、うん、俺めっちゃ楽しいなって、そうや、お前楽しに生きてるよ、だ楽しいんやから伝えたいなって
思うんですよね。お裾分けやな、楽しさの、うん、お前が人生を、まあお前は売れようが売れまいが、お前は幸せなやつは、旗から見たら拓郎はな、お前幸せやな、24にして幸せですね。ストレスは少ないし、こう自分と向き合ってるし、うん、ほとんどの人って自分と向き合う時間もない、うん、現実と向き合っとるから。そうでしょうね、うん、ならやっぱりそれをお前がな、お前もある程度現実と向き合わなあかんねんけど、お裾分けする気でいったらブラックフェローズは開けてくるんちゃうかな、社会の中でも。なんか役割が出てきて、信じていきますわ。僕もそういう気持ちはあったので、その気持ち信じていきますわ。うん、そうですね、お裾分けしたいですね。そうやな、だからお前がハッピーやいうことを感謝して舞台上がってきた、弾いてたら、きっとそれはその、例えばこの間俺が見たシカゴロックなんかでも、結構サラリーマンの多いライブバーやんか、あの内装と似つかわしくない、結構社会での偉いさんがあそこに座ってたりするやん、あの人らがブラックフェローズの音楽聴いてハッピーになれたらな、いいですね。うん、もうそう、ずっとお前よりも年齢の高いお父さんかそれ以上ぐらいの人が結構お前らの音楽を聴いてて、素晴らしいことですね。うん、そうやってコミュニケーションを取れてるっていうのが、うん、そうやってこう少しずつ伝染させていってな、つながりますね、人と人ですからね。うん、ジョージ・ハリスの映画見てきたんやって、はい、俺見てないね、ちょっと説明してよ。まあジョージのドキュメンタリーなんですけど、うん、彼はビートルズで、もともとポールと、ジョンのバンドで、うん、うまいやつを、ポールもジョンも下手くさいから、うん、っていうのでジョージがやってきたんですけど、うん、いろいろなんか影響を受けたところが多すぎて整理するのが大変ですわ。あ、まあ、僕が一番影響を受けたところをさらっと話すのでいいですかね。あのジョージはあのインド音楽に興味を持ち始めて、宗教音楽なんですけど、うんうん、まあ、それは音楽の力で、うん、神様と交信をする、うん、まあ思い切って言い方をしたら、うん、そういうふうに僕は取られたんですけど、うん、でもそれが本来の、うん、音楽、BGM 的な楽しみももちろんありますけれども、うん、本当にパワー、うん、簡単に言う音楽の力じゃなくてほんまのパワー、うんうんうん、ほんまのギュッてした力のこもったパワー、うん、それをジョージは多分求めに行っとったんですよ、うん、で、話するの難しいっすわ。あでも根源的な、うん、俺な思うねんけど、そのジョージの話からずっと引っ張ってくんねんけど、まあ、俺もしたい話があってこうやってくるしてんねんけどな、基本はその最高の究極の音楽は俺心臓の鼓動やと思ってね。あこれがもう一つのリズムになってて、でそれを外に表現するのにそれが音楽であったり、まあ、いろんなものに変化するだけだと思うんだけどな。でも本当はもうただリズムが独、これが生きてるいうことだと思うね、うん、でこれ、ね、でまあこれは、まあ、ロックの8ビートにつながるんやと思うんだけど、心臓のビートっていうのはだからそのビートをこう刻んで表現して、中にから来るビートと、それから宇宙が動いてるから宇宙にもビートがあるから、うん、それをこうつないでいくと一体になる。ああそれがこう音楽がこう
原始時代から人間が求めたもんちゃうかな思うけどな、うん、だからジョージが求めてるのもそういう、それですね、うん、だほんまに自然と一体になる、うん、宇宙の中の銀河系の中の地球の中の、うん、土の上にいる人間、うん、もちろん水とか緑とかいろんなものがあるけど、でもそうやってリズムが、うん、にまあ、動物にはね、うん、で人間にもそういうリズムが流れているのを、うん、こういろんなものと、まあ一つ宇宙って言いますけど、うん、宇宙と一個にして、うん、そういうとこをジョージは求めに行ったんでしょうね。それがだから音楽リズムですけど、アフリカがそれが始まりやと思います。うん、タクロもそうなんやろな。今求め、結局究極も求めてるのは、うん、そうでしょうね。究極で言うたら、うん、そうですね。俺な、悟りたい人間やね。悟りを開きたいタイプ。一緒ですね。うん、で悟りは開けないと思う、ね、で、なんでロックをずっと続けてるか言ったら、もうその僕にとってそれがその 仏教をお寺に入るとかそういうのの代わりにずっとロックやってるようなもんやから、もちろんなロックで商業的にも成功したらそれは変更したことないんだけど、こう何かその悟りのようなものを開けたいなと思う、ね、で結局は開けないと思う。僕もそう思います。でもそれでいいと思う。求めるだけで、求めてやり続けるだけで、時々音楽で何か特別な時間があるから、うん、普通に音楽楽しいと思う。でもそのレベルを超える時もある、うんうんうん、あるやんな、うんうん、ものすごいわかりますね、うん、僕も何かを悟りたいタイプの人間ですなあ、そういう人らおるからな世の中にな、うん、ただ僕は音楽っていうのに他の悟るツールはいろいろあると思うんですけどね、うん、それは何かって言ったらちょっと僕は無知やからバットは出てこないですけども、あらゆるものにそれはあると思うわ、うん、あらゆるものにあると思います。すべ、うん、てのものに、うん、でも俺にとってそれはロックンロールで、そう、そうですね、うん、だからすいませんね、なかなか話を整理するのが僕苦手なんで。いやいやいや、あのな、俺思うねんけど、俺ずっとラジオやっててな、人間ってな言葉よりな音声で伝えてんねんな実は。うんって言っててもあーって言ってても、うん、っていうのは言葉っていうのは俺ら日本語でこうやって喋ってるんだけど、まあ、言ったら日本語で喋ってるっていうのはこう動物の歴史から見たらこう特殊なことで一部やろ。でもまあ言ったら哺乳類が出てきてネズミぐらいからもうキーキーとか言って音声で表現してんねんな。だから音声の方が結構人間は結局伝えたり伝えだったりしてると思うねん、はあ、うん、そこに愛情があったり、そうですね、うん、言葉は左脳に働きかけるけど音は右脳に働きかけるっていうことですね、うん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 、心に、うん、だからお前がその言いたいことが分かんなくて詰まってもその時間にうーんっていうバイブレーションがお前のなんかエネルギーを伝えてると思うねんねそうなんや、うん、なるべくそれ上手に喋ってボキャブラリーが多くて分かりやすい人の方がいい、もちろんね、ええんやけど、だからといってダメなことは決してないからな。まあでも僕はうまく喋れたらええなって思いますけど、うん、でもお前なんかその存在感が本当になんか自分を表現してると思うんで、その今日例えばお前ギター持ってないやん、でもギター持ってないからってお前はお前やねんな、うん、十分自分を表現できてるやつやなって思うし、うん、嬉しいですね、うん、そういう自分がそういうことが出てるっていうのが聞けて、それを確認できて、うんうん、ほんでお前は、まあ、もちろん有名になりたい売れたい、それはまあ当たり前やしそれでいいんやけど、
それ以上に自由であることが大事だろ。はい、もちろん僕はだこの世界で一番のバンドになろうとは思わないですね。まあ、だって思ったって構わへんけどな。あの大好きな人たちと横並びになりたいな。いらっしゃい、ようこそって言ってもらいたいな。俺らと同じ道、このあの道通ってきたんやろって、そういう人たちと横並びになって握手したいなっていう夢ですね。そういうのは特にも蹴落として一番になろうっていう気持ちは特にないです。もちろんそれはそうやってみんなから知ってもらうためには物質的な話をすると蹴落としたりもするんでしょうけども、そういう人だってそんなほんまにそこに行った人たちってそんなことも考えてへんし、お前楽しんでるし、そうやと思うで、お前の言った通りや思うで、気がついたら結果がそうやって、そうそうそう、で大体な、俺インタビューやらせてもらったことでスターになった人とか結構会えるから思うけど、天の中に来てはるわ、その時な、で振り返ったらあこんなことなってたんっていうのがこうスターやったりするんちゃうから意外と矛盾してんねんけど、だお前が毎日楽しく、で自分のやってることを信じて、であんまり人と比べたり、いや俺ら全然売れてへんやん結果も出へんやんって焦りもせず続けてたら、答えはお前の思ってたのとは違う形かも分からんけど、意外な形でずっとお前のつけてきた足跡の上にいろいろ俺は出てるんちゃうかなって思うけどな。そういう言い方 しますわ。でお前性格ほんまになんか張り合ってないやん人と、ジェラシーとか薄いんちゃうかどっちか言ったら。そうですね、すごいミュージシャン見ても素直にわーってなれるやつやろ。そうですね、ほんま踊りますよよ感動したら感動素直に表現できるやつやろ。昨日も泣きました、だから絶えずやっぱりほとんどの人はな、残念なことにな、自分と人をいつも比べてるから、そういう人の方が多いからな、大変やと思うね。それさえなければみんな結構ハッピーなんやけど、まあでも僕もそういうとこは持ってますよ絶対。でもちょっと分かってるんですよね、それが良くないっていうのが。だからほんまにそういう人ではないと思います。無意識にそういう人間では僕はないと思います。いやまだまだですね、多分思ってる以下やと思います。でも今言ってるようなことを僕はそういう人間になろうと思ってますね。あもう全然まだまだですよ、まあ今日はこうやって話できてよかったと思うんだけど、はい、ブラックフェローズの前途は本当にそんなにうまいことすっすといいことは思わへん、非常にどっちかというと希少価値のようなバンドやし、でそれがおっちゃんの50、60のおっちゃんの社会人バンドの趣味のサザンロックバンドやったらあれなんやけど、ブラックフェローズプロ志向やから、だから例えばそのオーディションとか受けてもなかなかスッとはいかへんやろと思うね、はい、でもそれ全然ひがまんと平気で明るくやってくれたらほんまにいろいろいいことあるんちゃうかな、もちろんそれであり続けます。
今日ありがとう。いえいえ、はい、僕もじゃあ不慣れですいません。 Thank you。そのきっかけをもう一遍聞きたいんだけど、ブラッククローズに出会いました。バンド名似てますけど、ブラックフェローズ、ブラッククローズ。ブラッククローズからブラックフェローズが来た。そうですね。うん、かすかにその名残はあります。うん、ブラックフェローズっていう名前はちょっと悪い友達みたいな、そんな感じ。うん、そうです。まさにフェローズっていうのがもう悪ガキ集団だよみたいな、そういうことを表現してる。でも俺すごいなって思うのは、ブラックフェローズのライブ見て、でほんまに全員がね、1970年前後のファッションで音楽でサウンドでやれてるのがものすごい珍しいことって思ってんけど、まあただ好きだから。あで今の時代はその流行とか本当になくて、何かその出会ったものにガーッて入っていくっていう感じ。その年齢でやってる人ってまあ普通はいないと思うよね。でそのきっかけをもう一遍聞きたいんだけど、ブラッククローズに出会いました。バンド名似てますけど、ブラックフェローズ、ブラッククローズ。ブラッククローズからブラックフェローズが来た。そうですね。うん、かすかにその名残はあります。うん、ブラックフェローズっていう名前はちょっと悪い友達みたいな、そんな感じ。うん、そうです。まさにフェローズっていうのがもう悪ガキ集団だよみたいな、そういうことを表現してる。でも俺すごいなって思うのは、ブラックフェローズのライブ見て、でほんまに全員がね、1970年前後のファッションで音楽でサウンドでやれてるのがものすごい珍しいことって思ってんけど、まあただ好きだから。で今の時代はその流行とか本当になくて、何かその出会ったものにガーッて入っていくっていう感じ。まさにその通りですね。で俺が思うのは、ブラックフェローズすごい個人的に好きやというのと同時に、まあ、プロ目指してるバンドやと思うんだけど、プロになれそうにない音楽をあえて選んでるやね。その辺どうなん？過去の？うん、音楽に対する憧れはあるけれども、その人たちはその時、まあ、60年やったら60年、70年やったら70年、うん、その時の今を生きてたわけで、うん、それが素晴らしいと思ってる。うんうん、だから僕らも今であることはしないといけん、いけないと思ってるから。でもまあ言うたら、世間別にしてしまえば、ブラックフェローズにとってオールマンブラザーズが旬やったらそれが旬やもんな。あ、そうですね。うん、とは思う。ああ、確かに。うん、何かこう新しいものを無理やり作る必要もないと思うし、うん、無理やりは作らないんですけども、うん、だからそうですね、プレイヤーとバンドマンの違いですね。うん、ほんまにこのプレイをしたいんやっていうのと、うん、あと曲を作るってなると全く同じことをするわけではないから、うん、今生きてる時代の中から感じること、あと何十年前の音楽から感じることっていうのを、うん、音とか歌詞とかに出して、うんうん、伝えたい、自分から出していく、それが多分プレイヤーと、うん、バンドマンの違い。うんうんうん、中から来る、うん、その頭で考えたことじゃなくて、こう原始時代から持ってるこうわーっていうような、うんうんうん、そういうもの、それがたまたまサザンロックやった。そうですね、うん、もちろん変わっていきますよ絶対。うん、それだけに現に他の音楽にハマっていったりもしてますし、うん、もしかしたらサザンロックは経過点やっただけに筋にないかもしれないし、10年後とか見てみたら、うんうんうん、全然ちゃうことやってたりとかするかもしれないですけど、うんうんうん、でも、うん、その愛は変わんないでしょうね、うんうん、サザンロックに対する、うんうん、一つ僕はブラックフェローズに出会って、まあ、まだ1回しかライブ見てへんねんけど、
僕らの先輩方、僕らも実際体験してない、まあ、時代の音楽をブラックフェローとか演奏してて、できっとその時代の人らっていうのは音楽っていうのが、まあ、音楽を超える瞬間っていうのがしょっちゅうあって、うん、でそれは前言ったなんか宗教的なトランス状態みたいなもんであったりとかしたと思うでな。でそういうのをこいつらってこう感じて、でその毎回演奏しててさ、なんかこうすごい世界に行くっていうノリとは超えたこうそう、世界に行くってことはまあおそらくないだろうけど、たまにこいつらはそういうこと感じてんのかなとか、そんな思ってんけどな。まあ正直に言いますけど、うん、マリファナも吸ったことあるし、ここは切るでいいですよ、いいです、もちろん、うん、そういうのはでも正直に話しますから、うんうん、バンディさんやし、うんうんうん、まあケミカルなものはしたことないですけれども、うん、それを自然にするのが、さっきも話したジョージ・ハリスンのああいう宗教的思考、うん、いやー、なんですかね、一回やっぱり体験してみないと、うん、最初は興味本位でしたけど、僕は大真面目に捉えてますから、そういうことに関して、これほんま紙一重の話やけど、うん、僕は生きることに対して悪いことではないと思います、うん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 、もちろんリスクはあると思いますけどね、うん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 、それでほんま自分を探しに行けんねやったら、うん、うん、行きたいですね。ロックミュージシャンの俺のイメージは、まあ言う、まあそれは芸能人であることは間違いないやろし、娯楽を提供する人ではあることは間違いないんやろうけど、やっぱりどっかこう求道者というかな、僕はロックそんな風に捉えてきて、求道者とはどういう意味ですか、道をも求める、うんうん、はい、うん、そういう部分で俺はすごくこう子供時代捉えてたところがあって、でもちろん人間ってこう悟りを開くなんてことはできんねんけど、うんうん、例えばその昔キリストさんとかお釈迦さんとかが歩いた道をロックという音楽を通じて歩いた人が多いんじゃないかなと。あ、ジョージ・ハリスンではそういう人なんかなっていう、まあ、ジョンもそうだったかも分かんないし、うん、ジミヘンやミック・ジャガーもなんかそういう要素があったのかも分かんないんだけど、そうですね、みんなだから難しいことですね、探してるんですよほんまに、うん、探してると同時に進んでますよね、うん、答えは死ぬ時に分かるんですよね多分ね、それは分からない死ぬ時でも分からへんか、死ぬ時でも分からへんけど、どこまで行ったかっていうのはでも分かると思うんすわ、うん、あ、俺ここまで来たな、うん、もう一回生き返って、そういう目的でもう一遍ロックミュージックがな、CD 何枚売れたとかな、観客動員なんぼとか、それは大事やねんで、社会やし経済回してで言ったら、ロックミュージシャンなんてそこである程度経済的な結果は出さへんと、まあ、ただのなんていうの、うん、趣味でやってましただけなんやけど、そこにあまりにもフォーカスされると、どういうかな、もともと持ってたロックの趣旨みたいなものが、うん、崩れるよな。そうですね、たまたま好きでなんか自分をすごい表現していたから、振り返ったらすごくビッグビジネスになってたみたいなのが、ロックの理想なのかな。そうですね、うん、確かに理想ですね、うん、それだから変えたらあかんし、うん、そうですね、理想は理想なことは間違いないですわ、うん、やっぱりわあ難しいな。だから拓郎だって売れたんやろ。そうですね、ブラックフェローズでビッグになりたいと思う。でもなんかビッグになるような投げかけは特にしてないよな。俺ら今好きで好きなことやってて、まあ一人でも好きになってくれた人がおったらええっていう、うん、そういう姿勢やけどな。はい、そうですね、うん、でもやっぱり他のバンドでは、うん、
さっきのお話にちょっとだけ戻りますけど、うん、体験したことないような感覚をライブで、うん、ライブでそのエネルギーを伝えたい、うん、それにそのさビッグネームっていうのが伴ってきたらそれはより良いことですけど、うん、ちょっと待ってな。はい、どうぞ。チカチカしますか。あ、ちゃんと動いてるなと思って取れてなかったら思うんだけど、ね、そっか。拓郎自身はこう生きていて、で、まあ、今はあの建設関係のアルバイトしながらバンドやって、はい、いわゆるフリーターでバンドやってんだけど、うん、その人生どんな方に捉えてんの？そこら中から影響を受けますね、うん、その今までやってきたアルバイトにの人からもみんな影響を受けるし、うんうん、男気を感じることもあれば、うん、まあ正直あこの人はこういうとこがあかんなって悪い面を受けるとこもあるし、うんうん、みんなに感謝してますね、うん、でどんどん当たるそうやって人をかって見ていっとったら面白いですし、うん、あの魅力的に見えてきますね、うんうん、でそうやって接してると何か助けたいなっていうことが出てきたりとか、うん、まあ子供さんが最近の話で言ったら、うん、うちの子供がギター始めたら言うてんねんって、うんうん、あほんなら僕の DVD 貸しますよと言って、うん、コード書いて持ってきてや言うから、うん、なんか分かりました明日持ってきます言うて、うん、G とか C とか超簡単なこと書いて、うん、で子供にこんなこれ渡しとってくださいって、うんうんうん、それでも子供がねちっちゃい子が興味持って自分の好きなことをやろうとしてくれてる、うん、だからそのお父さんと濃くちょっとお話しすることができたから、うん、その子供の話を僕にしてくれて、うん、で僕が返して、うん、多分そのうち子供がから、うん、もう子供よりももう友達ですけど、うんうんうん、こういうコミュニケーションができる、うん、だから人みんなから影響は受けますね、うん、でそうやって付き合ってきた何年前の人とかも、うん、まだ会いたいですし、うん、まあお店をやってる人とかもいるんですけどたまに足を運びますし、うん、思い出しますね時々昔の人のことも。で音楽いうのはそのまあ音楽を聴いて音楽をやるいうところも大きいんやけども同時に日常の中のいろんな受けた刺激が体の中に溜まっていって、うん、それが何かの表現の形で出てくる。それが別にカバー曲であってもオリジナル曲が出てくるんやろな、うんうんうん、出てきますね、うん、もう男気を感じたらそのことを歌いたくなるし、うん、音楽も一緒やけどもういいものは残っていくと思ってるから、うん、それを伝える、うん、こんな人がおるで、うん、俺は感動した、うんうん、そういうのは自然と出てきますね。俺ブラックフェローズのね、ライブを見た時に、まあ、合間合間の MC で俺らがええと思ってる音楽、うん、信じてる音楽があってでそれをまあちょっとでも伝えたい、うんまあ、ちょっと結構だからそれは宗教チックなことでもあるしそれが単純に本当に好きっていうことでもあると思うんだけどとにかくその自分らがこう何かこう感動のバイブレーション振動みたいなのを伝染したいそのためにバンドやってるような感じを受けた。それは半分以上占めるでしょうね、うん、その気持ちは、うん、特に僕は強いですね。でもお前なんかさ大真面目でさお前があのステージで喋った時なまあ、世の中の人と人がこう調和することを目的にしてるみたいなこと言うやない、うん、そうですね僕あの日言ったことは覚えてますけど、うんちょっと相手の気持ちに
相手のことを考える、相手に何かをしてあげる、それが平和のにつながると思いますって言ったと思うんですけど、うん、うん、あれ前の質問なんでしたっけ、うん、だからそのバンドの、ステージの MC で表現される部分が、まあ、その自分なんか感動した表現、感動したものをこうバイブレーションをまた伝染していきたいという、うん、そういう目的を持ってる、持ってます、うん、だから単純な話ですよ、うん、美味しいでこれ、うん、みんなに紹介する、うん、めっちゃええ音楽やでこれ、うんうん、紹介する、うんうんうん、それです俺あのほんまブラックフェローズが売れるかどうか言ったら分かれへんわ、うん、売れへん確率は相当高いと思うねんな。それでもすっごいええバンドやと思うねん。で俺がこのバンドは絶対ええと思ったらええねんな。俺の中ではブラックフェローズは絶対ええバンドやねんな、うん、でも社会的に結果出すかどうか分かれへんやん。それはどう不安とかないの？正直ありますよ、うん、やっぱりそれでお金を手にしようっていう頭が隅っこにあるわけですから、それプロになろうとするわけやからな、はいはい、うん、それができないっていうことは音楽をする以上に大切な生きるっていうことはできひんっていうこと、うんうん、でまあ別に違う道に生きてってもでも音楽は続けることはできるんですけど、うん、でもブラックフェローズはそれで食いたいんや、そう、そう、うん、だから難しいところですよね。そこに正解は僕はまだ見つけてないです。どうすればいいのかっていうのは、俺は売れたらいいなっていうのは持ちながらどっかに置きながら、でも押し付けないで自分らの好きなことをやり通してたらなんとなくそこに共感するやつ集まってくるかなとは俺は思う、うん、僕はだからそれを夢見てますね、うん、だからそれにこうすればいいんだよ、絶対そうなるよっていう答えはない、答えはないけど自信はあるんですよ、うんうん、だからその子好きなことをそれ今言ったようにパッて光り輝くもので自分らが常にあればそういった集まってくる、うん、今言ったことと全く一緒ですね。バンディさんが今言ったことと、うん、やってれば集まってくる、それを僕らは目指します。うん、それからブラックフェローズは自分らがええ音楽をやってるのに認められへんこともこれからいっぱいあると思うね、うん、でレコード会社のオーディションなんか受けたらまず通らへんと思うわサザンロックでなあ、もう言ったらほとんどこうロックのジャンルの中では かなり絶滅種に、うん、入るやつをやっとるから。でもその時ひがまへんでな、やってたら寄ってくるんちゃうかな、うん、いや絶対負けないですね、それには、うん、いやだからまあそういう負けないというよりはそのリラックスして、うん、まあ分かる人には分かるんですよ、でも、うん、それはもう無縁なかっただけでみたいな感じで振る舞っていけば、確率の中におるからな、ブラックフェルト好きなやつが。そうですね、うん、だ俺はそう思うんだけどな。いや僕もそう思いますよ、ほんまに、うん、ほんでブラックフェローズがやってる音楽っていうか、まあ目指してる方向がな、今の音楽にちょっと非常に欠けてる部分でもあると思うね。BGM 化しすぎてるから、あ集中力いる音楽やん、ブラックフェローズの音楽も。聴く人も言うたら集中力持ってもらうなそうですね、曲は長いしさほんまにその通りですわ。エネルギー使いますもん、音楽聴くって本来、うん、で今はこれBGM でだーっと一日中音楽流してて何聴いたか覚えてないような聴き方してるから、そうじゃなくてこう音楽が音楽を超えるような瞬間が、うんうんうん、まあそれしょっちゅうあったら早死にしちゃうけど、うんうんうん、ごくたまにそういう奇跡な瞬間を作ってもらいたいなって、うん、俺思うんだけどな。僕も作りたいですし、うん、作ってる人も見たいですし、うん、だから例えば拓郎は音楽を演奏してきてそういうことを感じた瞬間ってあるの？あ、もちろんもちろん。あ、それはどんな時？まさにあれですね、時間が止まるというか、うん、1秒2秒3秒ってこう一定の間隔で時間は進んでるんやけども、うん、
めっちゃ細かく感じますね。うん、フレートタン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 って弾くのがもう時間は横軸に進んだけど、うん、縦にものを感じてるみたいな、ね、1秒の中に永遠があるみたいな、うん、そうですね。とにかくどういう感覚なんやろうね。うわ難しいですね、言葉で表現するっていうのは、うん、だからライブなんですよそれは、うん、そこにいれば多分体感できる、うんうんうん、体感ささないとダメやし、うん、短く長く感じますね。その瞬間は多々あります、うん、それを大勢の人に感じてもらいたい、感じてもらいたいですね。そのためには自分も感じないといけないし、うん、それを表現できるようにならないとダメだし、うん、一人でやってるわけじゃないし、うんうんうん、波を共有する、うん、波をここで波ができてたの、波をこう聞いてみて発信していく、うんうんうん、俺思うねんけどな、それはロックなのか音楽全体なのか分かれへんねんけど、うん、多分その、まあ、ちょっとスピリチュアルな話になるけど、魂っていうのはもう全体がだっとあって、もともとは別々じゃないのがこう別々にこう分かれてこう生きてるような感じがあって、うんうん、でそれはそれでこう社会という人生というゲームの中で僕らはこう自分と他って分けて生きてんだけど、ロックでこうロックって結構幼稚やん音楽が、うんうん、無邪気というか、うん、まあ言ったら、まあ一般的に言ったら大人が子供に変えるためのツールがロックンロールみたいなところあるんだけど、でそれでロックでビートを共有した時に、あ、みんな一体なんやっていうのを感じるためなんがロックなんかなとか思うことがあるんだよな。ああ、なるほど、うん、ありますね。そういうとこが一番強いかもしれないですね、うん、他の音楽ジャンルに比べると、うん、ちょっとバカバカしいやないロックって、うん、言ったらなんていうの、ちょっとあの冷めた目で見る恥ずかしい音楽じゃない俺がロックンロールやってるけど、そうかもしれないですね、幼稚でさ無邪気でさ、ほんまですね、うん、なんかあんまり背伸びできる音楽でもないやろ。確かに、うん、まあ、でも楽しいっすよ、うん、それが、うん、やっぱり子供でありたいと思うし、うん、そうやな、ロックやってた子供のまま生きていかなあかんからな、はい、ずっと子供でありたいですね、うん、その子供でいる音楽ですね、うん、ちょっと今そういう考え今までなかったですけど、うん、ちょっと今聞いて、うん、あ、その通りやわって今思いましたわ、うん、あのサラリーマンのな、ちょっとギラギラしたおっちゃんが今ロックコンサートよくるやん、でその人があのロックのスターを見て、例えばローリングストーンズ見て、まあ、仕事帰りでスーツのまま着てる人がこう無邪気に踊ってて、そのダンスのステップもかっこ悪くて、でもそれはすごく素晴らしい、かっこいい、無邪気っていうかな、うん、まあ、俺とか孝太郎み、あの、ごめん、ごめん、あの、拓郎みたいに生きれる人少ないね、この状況でも俺らみたいな、な、ほとんどの人は制約の中で四角を世界の中にいてて、でその人らを一時的にでもその子供に返してやる、でもこれ俺らの仕事かな。あ、ほんまですね、まさにその通りですね、うん、そうでありたいですね、うん、だから子供に返してあげたいですね、うん、その人も高校の時はバンドやってたのも分かれへんねんけど、うん、まあ社会出たらなかなかバンド、まあ今は最近は親父バンドも多いし、うん、社会人バンドも多いんだけど、でもやっぱりこう折り目正しいこうまっすぐに引かれた線の中で、四角い建物の中で、右見ても左見ても白い壁で緊張してこう生きてるんやろなって思うねんな、うん、夢はやっぱり見続けて、うん、
夢見るタイミングっていうのは必要だと思いますね。ほら、例えばな、拓郎は24やから友達はもう就職してるやつも多いやんか。で、まあ、昔髪の毛長かった友達もパンクヘアしてた友達も、まあ、それなりのヘアスタイルにしてスーツ着てる友達が増えてきてると思うよな。それに比べて自分はラッキーや思う。思いますね。でその人らに対してなんか返そうとは思う。思いますね。その人らの犠牲の上に今は拓郎がな好きなロックをやれてるとして、お前のできる仕事、ごめんなさい、もう一回お願いします。だから、拓郎の学校の友達が40人いたら、40人のうち35人までが、まあ、就職して、うん、制約の中で生きてると思う。うんうんうん、でその人らとは別に自由を選んだお前がいてて、うん、でそいつらのためにお前のロックでやってあげれることみたいなのどんなことかなっていう。まあそいつらが子供に帰れたらそれでもう一番ええとは思うんだけどな、うん、まあでもそうはいかないですからね。まるっきりこっちに来れるかって言ったら絶対無理ですし、うん、でも理解ですよね、うん、僕らも彼らのことを理解しないといけないし。そうやね、それが大事やんな、うん、で多分最初って一番最初パッて二つに分かれた時、お互いがお互いを見下したような感覚に陥ると思うんですよ、うん、最初は、うんうんうん、スタート自由に生きてるやつは飼い犬になって、俺らは保証なんかいらないよと、好きなことやるよ、うん、でも向こうは拓郎をドロップアウトした人と考える。そう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 、うん、何なんていうの、まあ簡単に今の言うたら安定っていう言葉が、うん、何安定を選んどんねん。最初は多分そうなんですよ、うん、何やっぱ自由な人を見るっていうのはちょっと怖いというか、現実離れしてるところがあって、うん、こっちの彼らから見たらそう思うかもしれないですけど、うん、それね、さっき言った理解もう分かるし、からそうするのがほんま社会の秩序を取っていくために必要なことやと思うの一つやとも思うし、うん、僕らも社会の秩序を取っていくために必要な存在でもあるんですよ。そうや、役割があるね、うん、自由に生きてるやつは自由に生きれてない秩序の中のやつのために何かせなあかん、うんうん、そうですそうです、うん、そのために信念を持ってその生き方をしないといけないし、うん、それを表現もしないといけないし、うん、だから僕らは物質的に価値のない生き方をしてますね多分、うん、物質的にね、うん、だって音楽なんて別に残らないし、うん、物質じゃないから、うんうんうん、ちょっと芸術でも絵は残ったりとか写真も残ったりとかするけど、うん、ほんまに価値の物質的な話で言ったら価値のないことやとは思うんですけど、うん、でも一番心に訴えれる、うん、リズムとメロディーと、うん、だから影響を与えたですね、うん、うまくいろんな人に、うん、もうでもその俺拓郎と話しててな、すごい大人や思うよな、ある部分で言うと。でそんだけこう社会っていうのを見てて、で自分とは違う生き方の人に共感できていれば、その人らに返せるものが、まあ、おのずと見えてくるやん、うん、おかげさんでほとんどの人がそうやってこう、まあ、四角い世界の中に住んでくれてるおかげで、僕らはその空いてるスペースで自由に生きてるから、うん、なんか返しますよっていうミュージシャンは仕事になると思うよ俺。いや僕ほんまに今まで世話になってきた人にはみんなに、そういうの四角い世界で生きてきたみんなに恩返ししたいし、うんうん、実際今
現状アルバイトしてるっていうことは、まあ自由に生きてるつもりではいますけど、うん、一旦はそういう世界にいるわけだから、うんうんうん、うん、恩返ししたいですね。ほとんどの人がな、会社の中で人間関係に悩んだりな、職場、俺職場環境の番組やってんな、今ラジオ様でな、やっぱ職場ってみんな悩んどんのよ。いや、ほんまですわ。僕ももう毎日プレッシャーを感じて、この人の気持ちになったら、帰りの車でね、この人の気持ちになったら、うん、まあ悪いけどしょうもないなって、うん、そうすることがその会社にとってバランスを取っていくために必要なんですけど、そうやって考えて、しっかり考えて、うん、あでも今は楽しくないやろなって、うん、正直思ってしまうんですよ、うんうん、あ俺その人と正直悪いけど比べてしまったら、うん、俺めっちゃ楽しいなって。そうや、お前楽しに生きてるよ。だ楽しいんやから伝えたいなって思うんですよね。お裾分けやな、楽しさの、うん、お前が人生を、まあお前は売れようが売れまいが、お前は幸せなやつは、はたから見たらタクロはな、お前幸せやな、24にして幸せですね。ストレスは少ないし、こう自分と向き合ってるし、うん、ほとんどの人って自分と向き合う時間もない、うん、現実と向き合っとるから。そうでしょうね、うん、ならやっぱりそれをお前がな、お前もある程度現実と向き合わなあかんねんけど、お裾分けする気でいったらブラックフェローズ開けてくるんちゃうかな、社会の中でも。うーん、なんか役割が出てきて、信じていきますわ。僕もそういう気持ちはあったので、その気持ち信じていきますわ。うん、そうですね、お裾分けしたいですね。そうやな、だからお前がハッピーやいうことを感謝して舞台上がってギター弾いてたら、きっとそれはその、例えばこの間俺が見たシカゴロックなんかでも、結構サラリーマンの多いライブバーやんか、あの内装と似つかしくない結構社会での偉いさんがあそこに座ってたりするやん、あの人らがブラックフェローズの音楽聴いてハッピーになれたらな、いいですね。うん、もうそう、ずっとお前よりも年齢の高いお父さんかそれ以上ぐらいの人が結構お前らの音楽を聴いてて、て素晴らしいことですね。うん、そうやってコミュニケーションを取れてるっていうのが、うん、そうやってこう少しずつ伝染させていってな、つながりますね、人と人ですからね。うん、ジョージ・ハリスの映画見てきたんやって、はい、俺見てないね、ちょっと説明してよ。まあジョージのドキュメンタリーなんですけど、うん、彼はビートルズで、もともとポールと、ジョンのバンドで、うん、うまいやつを、ポールもジョンも下手くさいから、うん、っていうのでジョージがやってきたんですけど、うん、ちょっと待ってください。いろいろなんか影響を受けたところが多すぎて整理するのが大変ですわ。ああ、まあ、僕が一番影響を受けたところをさらっと話すのでいいですかね。あのジョージはあのインド音楽に興味を持ち始めて、宗教音楽なんですけど、うんうん、まあ、それは音楽の力で、うん、神様と交信をする、うん、まあ思い切って言い方をしたら、うん、そういう風に僕は取られたんですけど、うん、でもそれが本来の、うん、まあ、音楽、うん、BGM 的な、うん、楽しみももちろんありますけれども、うん、本当にパワー、うん、簡単に言う音楽の力じゃなくて、ほんまのパワー、うんうんうん、ほんまのギュッてした力のこもったパワー、うん、それをジョージは多分求めに行っとったんですよ、うん、で
話するの難しいっすわ。あでも根源的な、うん、俺な思うねんけど、そのジョージの話からずっと引っ張ってくんねんけど、まあ、俺もしたい話があってこうやってくるしてんねんけどな、基本はその最高の究極の音楽は俺心臓の鼓動やと思ってね。あこれがもう一つのリズムになってて、でそれを外に表現するのにそれが音楽であったり、まあ、いろんなものに変化するだけだと思うんだけどな。でも本当はもうただリズムが独特、これが生きてるいうことだと思うね、うん、でこれでまあこれは、まあ、ロックの8ビートにつながるんやと思うんだけど、心臓のビートっていうのはだからそのビートをこう刻んで表現して、中にから来るビートと、それから宇宙が動いてるから、宇宙にもビートがあるから、うん、それをこうつないでいくと一体になる。それがこう音楽がこう原始時代から人間が求めたもんちゃうかな思うけどな、うん、だからジョージが求めてるのもそういう、そうですね、うん、だからほんまに自然と一体になる、うん、宇宙の中の銀河系の中の地球の中の、うん、土の上にいる人間、うん、もちろん水とか緑とかいろんなものがあるけど、でもそうやってリズムが、うん、まあ、動物にはね、うん、で人間にもそういうリズムが流れているのを、うん、こういろんなものと、まあ一つ宇宙って言いますけど、うん、宇宙と一個にして、うん、そういうとこをジョージは求めに行ったんでしょうね。それがだから音楽リズムですけど、アフリカが、うん、それが始まりだと思います、うん、タクロもそうなんやろな、今求め結局究極求めてるのは、うん、そうでしょうね、究極ね、言うたら、うん、そうですね、俺な悟りたい人間やね、悟りを開きたいタイプ、一緒ですね、うん、で悟りは開けないと思うね。でなんでロックをずっと続けてるかやったら、もう言ったらその僕にとってそれがその 仏教をお寺に入るとかそういうのの代わりにずっとロックやってるようなもんやから、なるほど、もちろんなロックで商業的にも成功したらそれは遠行したことないんだけど、こう何かその悟りのようなものを開けたいなと思うね。で結局は開けないと思う、僕もそう思います。でもそれでいいと思う、求めるだけで、求めてやり続けるだけで、時々音楽で何か特別な時間があるから、うん、普通に音楽楽しいと思う、でもそのレベルを超える時もある、うんうんうん、あるやんな、うんうん、ものすごいわかりますね、うん、僕も何かを悟りたいタイプの人間ですなあ、そういう人らおるからな世の中にな、うん、ただ僕は音楽っていうのに他の悟るツールはいろいろあると思うんですけどね、うん、それは何かって言ったらちょっと僕は無知やからパッとは出てこないですけども、あらゆるものにそれはあると思うわ、うん、あらゆるものにあると思います、うん、全てのものに、うん、でも俺にとってそれはロックンロールで、そう、そうですね、うん、だからすいませんね、なかなか話を整理するのが僕苦手なんで、いやいやいや、あのな俺思うんだけど、俺ずっとラジオやっててな、人間ってな言葉よりな音声で伝えてんねんな、実はうーんって言うててもあーって言うてても、うん、っていうのは言葉っていうのは俺ら日本語でこうやって喋ってるんだけど、前言ったら日本語で喋ってるっていうのはこう動物の歴史から見たらこう特殊なことで一部やろ、でも前言ったら哺乳類が出てきてネズミぐらいからもうキーキーとか言って音声で表現してんねんな、だから音声の方が結構人間は結局伝えたり伝えだったりしてると思うねん、はあ、うん、そこに愛情があったり、そうですね、うん、言葉は左脳に働きかけるけど音は右脳に働きかけるっていうことですね、うんうんうん、心に、うん、
それからお前がその言いたいことが分かんなくて詰まってもその時間にうーんっていうバイブレーションがお前のなんかエネルギーを伝えてると思うねんね。そうなんや。うん、なるべくそれ上手に喋ってボキャブラリーが多くて分かりやすい人の方がいい。もちろんね。ええんやけど、だからといってダメなことは決してないからな。まあでも僕はうまく喋れたらええなって思いますけど。うん。でもお前なんかその存在感が本当になんか自分を表現してると思うんで、その今日例えばお前ギター持ってないやん。でもギター持ってないからってお前はお前やねんな、うん、十分自分を表現できてるやつやなって思うし、うん、嬉しいですね、うん、そういう自分がそういうことが出てるっていうのが、聞けてそれが確認できて、うんうん、ほんでお前は、まあ、もちろん有名になりたい売れたい、それはまあ当たり前やしそれでいいんやけど、それ以上に自由であることが大事やろ。はい、もちろん僕はこの世界で一番のバンドになろうとは思わないですね。うん、まあ、だって思ったって構えへんけどな。うん。うん、大好きな人たちと横並びになりたいな。あ、いらっしゃい、ようこそって言ってもらいたいな。俺らと同じ道。この、あの道通ってきたんやろって、うん、そういう人たちと横並びになって、うん、握手したいなっていう、うん、夢ですね、そういうのは、うん、特にもう蹴落として一番になろうっていう気持ちは特にないです、うん、もちろんそれはそうやってみんなから知ってもらうためには物質的な話をすると蹴落としたりもするんでしょうけども、うん、そういう人だってそんなほんまにそこに行った人たちってそんなことも考えてへんし、うん、お前楽しんでるし、そうやと思うで、お前の言った通りや思うで、気がついたら結果がそうやって、そうそうそう、うん、で大体な俺インタビューやらせてもらったことでスターになった人とか結構会えるから思うけど、天の中に来てはるわ、うん、その時その時な、うん、で振り返ったらあこんなことなってたんっていうのがこうスターやったりするんちゃうから意外と矛盾してんねんけど、だお前が毎日楽しく、うん、で自分のやってることを信じて、であんまり人と比べたり、いや俺ら全然売れてへんやん結果も出へんやんって焦りもせず続けてたら、うん、答えはお前の思ってたのとは違う形かも分からんけど、意外な形でずっとお前のつけてきた足跡の上にいろいろ俺は出てるんちゃうかなって思うけどな。そういう言い方 しますわ。うん。でお前性格ほんまになんか張り合ってないやん人と、ジェラシーとか薄いんちゃうかどっちか言ったら。そうですね。うん。すごいミュージシャン見ても素直にわーってなれるやつやろ。そうですね、ほんま踊りますよよ。感動したら感動素直に表現できるやつやろ。昨日も泣きました。だから絶えずやっぱりほとんどの人はな、残念なことにな、自分と人をいつも比べてるから、そういう人の方が多いからな、大変やと思うね。それさえなければみんな結構ハッピーなんやけど。まあでも僕もそういうとこは持ってますよ絶対。うん、でもちょっと分かってるんですよね、それが良くないっていうのが。あ、だからほんまにそういう人ではないと思います。無意識にそういう人間では僕はないと思います。もちろんな、それはその亀さんが入れた個性やから、こうジェラシーを持つとか妬むとかなんかちゃんと目的あると思う、個性を育むという意味ではな。だけどどっかで卒業せなあかんもう、だから俺は24にしてお前はそういうところは結構もう超えてんのかなって。いやまだまだですね、多分思ってる以下やと思います。うん、でも今言うてるようなことを僕はそういう人間になろうと
思ってますね。あ、もう全然まだまだですよ。まあ今日はこうやって話できてよかったと思う。